こんにちは、株式会社ドラフトの田中です。今日はダイレクトセールス事業部の人事責任者やってくれてる椿原くんが来てくれていますが、今日はね、大学生がよく陥りがちで、大体就活失敗する系の子がやっちゃってることを、まあ、悩み相談として椿原くん今日来てくれてるので、いろいろちょっと今日聞いていきたいと思います。じゃあ椿原さん、お願いします。はい、大学セールス事業部人事させてもらってます椿原亮介です。で、先ほど、まあ、冒頭にもあった通り、まあ、最近結構新人だったり、メンバーの子たちで就活悩みが多くて、あれもこれもして経験積みたいっていう学生かなりいるんですけど、学生チームこれしなくていいよみたいなであったりしますかね。 OKOK、じゃあ今日はそれに対して2つちょっと考えてきたんで話をすると、まず1個目は TOEIC とか資格をやたら取ろうとする学生。いや、結構皆さん取りがちっす。マジで、あんま意味ないと思う。マジっすか。っていうのも、まあ、目的とかその行きたい会社によるけども、そもそも TOEIC って、まあ、証明書にはなるけども、それでしかなくて、本来企業さんが例えば面接に来た学生を、あ、この子ってこういう努力した子なんだっていう風な証明にはもちろんなるんだけど、そこで内定を取れるっていうわけではなくて、企業が面接するのって絶対にこの子を採用して会社の売り上げに直結するかどうかってとこなんですよ。会社の利益が伸びるのか、もっといい会社になっていくためにこの人材は必要なのかっていう点で考えた時に、 TOEIC があるから採用するとはならないんですよね。あるいは資格めっちゃ持ってるから採用するとはならないんですよ。やっぱりこうコミュニケーション能力だったりとか人間性っていう部分が最終的には一番大事で、これが一番本質なんですよ。で、言った時に資格とか TOEIC とかって本当に証明書でしかないので、付加価値にしかならないんですよ。やたらと TOEIC 取りますとか、この資格取りますとか言ってる子は、まあ、ちょっと止めてあげた方がいいと思うし、残念やなと思う。え、どう思う？そうっすね、もう最近学生はもう TOEIC って結構言いがちなんで僕もなんかプラスアルファで考えようかっていう伝えようって思いました。あと2つ目、まあ、これもやらん方がいいなっていうのがあって、この2つ目何かっていうと、やたらといろんな経験をしたがる。なんやろ、こう僕も大学2年生まで正直めちゃくちゃいろんなことやってたんですよ。例えばサークルも2、3個入ってたし、学生団体も自分で作ったり入ったり、あるいは起業もしたことあったし、あとは海外にバックパックで旅に行ったことはあったし、ただ全ていろんなことやってきた中で、最終的に僕大学3年生入る前ぐらいに起業したんですけど、まあ失敗してるんですよね。あ、ビジネスの世界、社会出た時に僕って全然何も価値ないんやって思ったんですよ。で、行った時にさっきも伝えた通り、その採用面談、いわゆるその就活の時ってこの子を採用して戦力になるか否かって全然見られてるんですよ。で、行った時に別にいろんなことをしたから採用されるわけでもないんですよね。結局その時僕は力ついてなかったので、まあ、何が言いたいかっていうと、全部なんかかいつまんでいっぱいのことをして薄っぺらい経験をたくさん積むんじゃなくて、一つのことに思いっきりグワッと熱狂して熱中して、その中で、ね、たくさん例えば高い結果を出していこうと思ったら、こう壁も出てくると思うし、その壁をどうやって乗り越えたかっていう経験がすごい大事だと思うんですよね。例えばサークルに入るんだったら、たくさん入ってなんとなく遊ぶんじゃなくて、そのサークルをもっといいサークルするためにどうするのか、バイトもするんだったらバイトもするで、どうやったらこのバイトしてる会社が生産性上がるんかなとか、売り上げ上がるんかなとか、今ここの会社やったらインターン生すごい多いわけですけど、営業してる子がすごい多いんですよ。じゃあその営業活動の中で1日5件制約取れてます、5件受注取れます、それをさらに倍化させて10件取るためにどうやったらいいんだろうとか、そういうところに一番人間が成長できるポイントってあるし、そこを聞きたいですよね、会社の人事って。椿原さんもめちゃくちゃいいとこ就活決まってましたけど、何言われてた人事に？もう就活ではもうやりきること、その与えられた環境で、最大の価値、最大限の利、まあ、売り上げだったり、まあ、やってきたことがまあ一番評価されたってところが一番ですかね。やし、あの営業しか話してないやんな。すごい、営業のことしか話してないです、なので、まあ、本当に椿原成功例なんですけど、やっぱりこうね、営業って一つの、なんだろう、経験なんですよ。別に一つの経験でしかないんですけど、これをいかに深くね、こう、経験する中で自分が成長できるか、かつ、その自分が成長できたエピソード、ストーリーっていうのを伝えられるかってところがすごい大事だと思うんで、まあ、話まとめると、資格とか、TOEIC とか TOEFL とか、もうなんかそこにやたらとこだわることっていうのと、二つ目はいろんなことをしようとすること。この考え方になっちゃうと本当に就活失敗すると思うし、結局頑張っても結果いいとこいけないので、この二つ今動画見てくれてる中で学生の子いるんだったらちょっと気をつけてください。以上になりますけど、最後何かメッセージありますか？まあ今すごい学生
をまあ育成したりしている中でそういう悩み僕自身もあったんですけど、まあ、今日のこの動画で解消されたんで今後の新人たちの育成につなげられたらなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。